こんにちは、ミッチーと元子猫でうちの可愛い飼い猫のサツキです。ダンボールが大好きなサツキ先生は、今あのこのダンボールで仕事をしておりますけれども、今回はですね、岐阜県の郡上八幡にあるジンとかね、アウさんを作っている辰巳蒸留所というところでね、5周年、記念イベントに行った様子をお伝えしたいなと思っています。まあね、この辰巳蒸留所なんですけれども、本当にこうもうね、カルト的な人気を誇るね、ジンやアブさん、もう本当に美味しいんですけれども、まあ、全国にね、熱狂的なファンがいる蒸留所なんですけれども、まあ、定期的にね、いろんなイベントをやっていてですね、今回はまあこの5周年ということで、でね、辰巳蒸留所のジン、アブさん、もちろんなんですけれども、つながりの深い、ね、虎ノ門蒸留所という、まあ、東京にある、蒸留所の、まあ、ジンとかアブさんも楽しめますし、あとね、これがね、また PP クリスタルっていうね、まあなかなかこう生かしたね、グラスの、ブランドがあるんですけれども、それでねこう楽しむこともできて、でまあね、東京から、ニコというね、カレー屋さんが、ジンとねこうカレーをこう組み合わせを提唱しているあのカレー屋さんなんですけれども、まあね、そちらも来ていてね、辰巳蒸留所のアブさんを使ったカレーとかね、他にもこういろんなジンに合うカレーとかも、ね、出していて、まあ、何を食べようか迷いながらも、まあ、僕もね、カレーを食べながら合わせたりとかね、もう楽しんで、でね、何がね今回は面白かったかっていう、子供たちがね、ちょっとこうかくれんぼをね、ちょっと大人たちに混じってとか、やってたんですけど、まあその様子がねなかなか面白い感じでね、まあどういう風にこううまく撮れてるかどうかちょっとわかんないんですけども、まあそんなねこうわきあいあいとした様子なんかもね楽しんでいただけるかなと思いますし、まあね本当に蒸留所の雰囲気もね見ていただけるかなと思うのでね、ぜひ。ご覧になっていただければなと思います。それではどうぞ。はい、ということで郡上八幡の辰巳蒸留所に到着。不思議なことにこの蒸留所のあたりは常に湿度があって独特の雰囲気があるんですよね。そして蒸留所の中も独特の世界観に満ち溢れています。最初の一杯目はニューリリースのダマスクローズのジンから。蒸留所に併設されているバーアブシンの様子。めちゃくちゃ活かしたグラスブランド PP クリスタルのブース。この辰巳蒸留所のイベントではジンやアブさんをこの PP クリスタルのグラスで楽しめるのも魅力の一つ。アブさんに加水するための水ももちろんこの蒸留所で使われている水。ファーストエッセンス、ティーリーフのジン。
アジアで伝統的に使われている短式蒸留機、カブトガマ蒸留機。辰巳蒸留所と虎ノ門蒸留所の陣屋阿部さん、そしてカクテルも頼むことができます。もちろんお酒が飲めない人にはノンアルコールもあります。ずらりと並んだボトルが壮観。オレンジフラワージン、グラスはもちろん PP クリスタルで。お腹が減ってきたので、東京から出店しているジンとカレーのペアリングを提唱しているお店、ニコのカレーをいただきました。スパイスが効いていて激うま。なるべく人がいない時を見計らって撮影しているんですが、実際はかなり人が多かったんです。この出店者と子供たちのかくれんぼの様子がバカウケ。子供だったらさっきまでなかったこの段ボールにすぐ気づくかと思ったんですけど、意外と気づかんもんなんだなと思って、これがまたねより笑いました。まだ見つからない。この蒸し暑いのに段ボールの中でじっとしているのがよほど辛いのでしょう。ちょいちょい動いているのも笑える。やっと見つけてもらいましたね。お疲れ様でした。締めは東京の虎ノ門蒸留所のラベンダージン。いやー、今回も本当に面白いイベントでした。はい、というわけでこの突然来たり辰巳蒸留所のこの5周年記念の様子いかがでしたでしょうか。まあね、今回ね、本当はね、この後ね、郡上踊りにね、なんで、みんなで行こうかっていうね、こう、お誘いもいただいたんですけれども、あいにくね、ちょっと違う予定を入れていたのとね、まあちょっと雨ということもあったりとかでね、まあ雨だからまあちょっと違う予定を入れちゃったんですけども、まあそんなこともあってね、郡上踊りね、一緒に行ってね、そんな様子もちょっと、ご紹介できればなと思ったんですが、まあ今回はちょっとこのね、蒸留所の中の雰囲気だけって感じになりましたけども、まあね、雰囲気は見ていただけたかなと思いますし、なんかちょっと踊り頑張ってね、見ていただけたかなと思いますし、まあね、本当にね、年に2回ぐらいね、最低でも、辰巳蒸留所ではね、こういうイベントやっているのでね、まあそういう時には、なかなか本当にね、飲むことのできないね、陣屋阿部さんをね、楽しみながら、もうなかなかこう独特のこの世界観をね、楽しむこともできるので、またね、ぜひ、足を運んでみても面白いんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のボタンをポチッと押していただけますと、僕のテンションが上がってやる気になりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。でね、僕はですね、ブログもやっていまして、ミッチーの王子呼ばないでというタイトルだったり、こちらでもね、YouTube でご紹介したところももちろんですが、ブログの中でのこともね、いろいろ書いていますので、合わせてご覧になっていただけるとね、こう旅の参考にもなるかなと思いますので、合わせてよろしくお願いします。それでは、他の動画もぜひご覧ください。じゃあバイ。